ってやろう。太郎でーす。カマンベールチーズさんからの質問です。2025年以降も日本グランプリは開催されるのでしょうか。はい、ありがとうございました。最速早いな。質問終わる前に終わる前ね。まあまあでもあの一言で言うとここだけなんですよ、質問ね、はい。うん、でまあ個人的には鈴鹿サーキットの持ち主でもある本田さんが前向き表向きに撤退したり、世界的な F1 の盛り上がりにいまいちついていけない日本を見るときつい気がします。まあまあ、 あの続きますよ。なんか、ま、ずっと言われ続けてるじゃん。あのそのね、その何十年契約ってしてない限りはちょいちょい更新月が来るわけで、更新月、うん、月ごとにはやってないですだってアパート住んでたら2年に1回来るけど、別に基本更新考えてもらえないっていうのね、自動的に。別に10年契約してもいいんだけど、2年ごとになってるっていうだけ。そう、じゃあ更新料払わない方がいいから10年契約しちゃえばいいんじゃないですか。でもそれはあれなんじゃない、そのリバティさんが2年ごとに更新料1ヶ月分の家賃1ヶ月分家賃1ヶ月放映権1ヶ月分が欲しい欲しいね。まあ別に鈴鹿さんは辞める理由がないので全然普通に続けていくと思いますけど、うん、赤字であろうと、まあもしかしたらだからあのホンダがいなくなるとなくなるんじゃないかっていうご心配をね。ホンダの、うん、ホンダとは関係ないですから、鈴鹿サーキット、鈴鹿サーキットですから、モビリティランド別会社ですからね、うん、ホンダモビリティランドになっちゃいましたけどあ、そうかそうかそうか。まあでも別会社でしょ、うん、法人としては独立してるわけでしょ。まして、ホンダが F1 出てない時もやってましたから、ね、日本グランプリずっとやってるから関係ないですよ、うん、F1 いるかどうかは、うん、もうだからそれはもうあのもう皆さんがね、あの一人一人が F1 一生懸命あの応援して、まあ、サーキットチケット買ってね通っていただいて、まあもね、サーキットはあの皆さんがどれだけテレビで見てもサーキットには1円も入ってきませんので、はい、皆さんがサーキット現場にレースを見に行くっていうね、それがやっぱり一番続くか続かないか、うん、誰も来てくれないのに続ける意味やっぱりサーキットとしてはないので、まあね、F1 をやっているということで鈴鹿サーキットっていう名前とかブランドイメージが良くなるっていうのがあるんで、まあ、F1 開催だけで言うと例えば開催権料払ってチケットの収入でペイできるかというと、まあ、できないところも結構あると思うんですよね、うん、あの鈴鹿サーキットに限らず、うんうんうん、ただ F1 やってるサーキットであるっていうのと、うん、F1 やってないサーキットであるっていうのとはやっぱりサーキット そのステータスとしてやっぱ全然違うので、で何がじゃあステータス良くて何が違うかっていうと、うん、F1 以外のレースの、まあ、開催だったりとか、うん、それに対するお客さんが来る量だったりが違ってきたり、まあ、スポーツ走行だったり貸し切りだったりっていうので、そこで走ろうと思う人がまた全然違ってくるっていうところ、うん、まあやっぱりテレビで F1 が走ってるところを見てあのサーキットを走る方がいいじゃないですか。だからサーキットテレビで見たこともないサーキット走るよりは、うん、F1 やってたところの方がいいわけじゃないですか。だからそういうので鈴鹿サーキットさんに F1 今後も続けてもらいたいと思うのであれば、 F1 を見に行くことももちろんだし、うん、それ以外のイベント、まあ、レースだったりなんかイベントとかあるんで、そういうのになるべく行くようにするとか、何らかの形でお金が落ちるようにする、まああのスポーツ走行できるライセンス持ってる人はスポーツ走行とか行ってみるとかね、いろいろとそのサーキットに貢献する方法はあると思うんで、まあそれこそまさにそれが F1 やってることでサーキットさんが求めてることなんで、でまあ、実際、ね、F1 をやってるってことで鈴鹿サーキットさんが必ず F1 がやってるんで1年に1回必ず綺麗にね、うんうん、それおまけなやつですけどF1 なかったら綺麗にせえへんのかいっていう話です。 F1 なかったらやっぱりほらその時の情勢によってちょっと今年はお金がないからちょっとここはできないよねとかあるけどF1 があるとね、じゃあ F1 やんない方がいいんじゃない、無駄なお金使ってんじゃないですか。でもほら我々ってそのお客さんとしてはその、うん、なんだろう、素敵なサーキットを保ってくれてるわけだから、うん、多分あの F1 やってなかったら草ぼうぼうだと思う。まあ F1 やってるからこそ F1 の時に狩ろうと思ってるとかね、ペイントしようと思ってるからまあそこまで待ってるっていうだけかもしれないけど、うん、まあでも F1 やるっていうのは F1 やる時にその FIA からのやっぱリクエストが大きいので、いろいろとこのここをこういうふうに回収してっていうのは、うんうんうん、まあ、あの開催前にもあるし、うん、視察があるし、うん、で開催してる週末の中でも、うん、実際 F1 マシンが走ってここもっとこうしてくんないと困るとか、うん、あそこ変えろとかっていうのがいっぱいあるんで、それはある種そのサーキットのアップデートとして、う
まあ、要するに F1 っていう世界の一番まあ最先端のスタンダードなわけだから、まあ、これに合わせているサーキットであり続けられるんで、やっぱり F1 とかそういうの世界基準のレースやってないとやっぱりちょっと世界の基準からずれてきちゃうので、そういう意味ではそのヨーロッパとかアメリカとかそのサーキットの水準に合わせるっていう意味では F1 とかまあ世界規模のレースやるっていうのはいいことだと思いますけどね、うん、だからやっぱりそういう、ね、F1 が開催できるサーキットがあるっていう、それを見に行く、そのサーキットそのものを見に行くっていうだけでもありがたいことだね、うん、その自分の国、オラが国に F1 ができるサーキットがあるっていうね、まあ、日本2つありますからね、うん、グレード1のサーキットは、ね、うん、鈴鹿とありますんで、実際あの F1 でも使ってる LED のパネルとか、あの鈴鹿サーキットさんも富士スピードウェイさんも独自で入れてるじゃないですか、うん、ああいうのはやっぱり安全対策もそうだし、うん、F1 のスタンダード、世界のスタンダードに合わせてるっていうところで、うん、まあ、F1 やってる意味、ウェックやってる意味っていうのがあるんじゃないかなと、ね、うん、やっぱりそういう世界選手権が開催できるサーキットがあるっていうのはね、やっぱりすごいことなんだ、やっぱりそれを維持していくためにはやっぱり皆さんがサーキットに行かないと、うん、やっぱり維持ができないので、うん、ぜひね、そのご心配されてる気持ちはもうサーキットに通って、うん、でサーキットにお金を落としてっていうのが一番、スーさんもね喜んでいただけることだと思います、ね、鈴鹿サーキットさん側はもちろん全然やりたいし、うん、やり続けるつもりだと思うんですよね、うん、ホンダがどうこう関係なくて、うん、ただその F1 側の方針として契約を更新し続けるかどうかは分かりません、正直、うん、それはこれ今開催数がたくさん増えてきてる中で、ね、何百億払いますとかっていうところがたくさん出てきてるんで、そうするとどっか削らないと26戦28戦30戦なんてやるわけにはいかないんで、どっかじゃあ削るかってなると、まあ鈴鹿がちょっと弱い立場にいるのは確かです。開催権料的にもまあすごい額払えるわけじゃないし、まあ地政学的にも、まあ、もちろん今ホンダとかあるし、アジアの中で他にレースあるかというとシンガポールしかないんで、うん、まあ、それはまだいい状況ですけど、これ例えば中国とかまだまだバリバリやれるようになってくると、別に日本なくてもいいよねってなっちゃうし、うんうんうん、あとまあその他のサーキット見ると開催する契約の期間がやっぱ長いんですよ、まあ、10年契約とか最近特にね、サウジアラビアとかでかいところは、でっかい収入が得られるところはすごい長期契約結んでますけど、鈴鹿の場合毎回3年契約とかのちょっとずつちょっとずつだじゃないですか。要するにドライバー、おじさんドライバーが毎年1年契約で延長延長になってるみたいで、これ結局延長するのにその短いっていうのは日本的なのかしら。いやいや、まあそれは鈴鹿側じゃなくて F1 側のやっぱ都合で、いつでも切れるようにっていうところの、うん、あ、F1 側からもそんな長い契約のはさせてくれないと、ね、F1 側がでしょうね、鈴鹿、ね、側は長い契約できるんだったらするんじゃないですか。あ、短いふうにすることによってちょっとプレッシャーをかけて、うんうん、まあ、状況変わったらすぐに、うん、まあ、すっと延長しないっていう形にもできる、まあ、もちろん鈴鹿っていうのがすごく特別で、サーキット自体もそうだし雰囲気もそうだし、うん、まあ、今年まさにそうでしたけど、うん、ああいうのがいいよねっていうのはもちろんお金とは別の次元で F1 側も分かってるんで、できればもちろん F1 側だって続けたいし、ドライバーもみんな走ってて気持ちいいって言うし、ファンの人たちもああいう風にいい雰囲気で迎えてくれるわけで、やれるのはやりたいでしょうけど、でももう一方でね、何百億円ってお金もたらすサーキットがあるんだったら、それも10個もあるんだったら、やっぱり鈴鹿はじゃあちょっとなしにしてそっちお金の方にってなれるじゃないですか。ああ、そういうことね、うん、そういう、だからそういう莫大な金額払うところで10年契約とかってやるところが もっと増えてきちゃったら、うん、なかなか厳しい立場にはなるでしょうけどね。なるほどね、うん、感情論ではやってないのでやっぱりビジネスなんで、まあ、そうだね、ビジネスだからね、うん、でも、まあ、F1 側としても日本を重要なマーケットだというふうに認識し始めて、またし始めていることは確かだと思いますよ。ああ、そう、ちょっと一時期もう F1 日本いいよねみたいな感じにはなってたんですけど、 あんまり重視してなかったけど、うん、やっぱり、まあ、今回の鈴鹿の盛り上がりも含めてですけど、うん、やっぱりあった方がいいよねっていうのはすごく意識として今強いと思うんで、あ、なるほど、まあ、やっぱりファンの人たちがもっと応援するっていうのが重要なんじゃないかなと思いますけどね、うん、じゃあチーズ食べながらね応援していただければと思います。ぜひね、鈴鹿サーキットでね足を運んでいただければと思います。はい、ありがとうございました。